性というのはやられてからでないと相手を攻撃できない、こういう戦法ではない。しかもその反撃するという範囲は敵の基地を叩くということではないんです。10万人20万人が死んでからでないと動けないような軍備というのはあってないのともないな。北朝鮮の脅威、これからこの日本を守るために今でなければもう間に合わないということで、北朝鮮のミサイルを甘く見ていてはいけません。この脅威に対して自民党も民主党も何一つできておりません。この危機の時代に今幸福実現党が立ち上がりました。幸福実現党は大減税によって消費税で日本を元気にします。消費税、相続税、贈与税を撤廃します。今まさに幕末の維新の時と全く同じでございます。黒船が来てヨーロッパ諸国が日本を植民としてしようとしています。まさに今現代の明治維新の時でございます。このまま日本が植民地化されてもいいのでしょうか。そんなことが許されるはずではございません。それを阻止できるのはもう今や幸福実現党しかございません。幸福実現党、幸福実現党のみが今と日本の安全を守れる唯一の党でございます。